はい、どうも J チャンネルです。はい、J チャンネルです。これ以前から気になっていたんですけどね、商品提供していただきました。Amazon から送られてきたんですけど、これがですね、ビデオバーチャルリアリティゴーグルという、これがゴーグルになってるんですよね。で、どんなもんかなと思ってやってみましたら結構面白かったので、ちょっと紹介しています。はい、こちらなんですけど、まあ、3D のですね、メガネなんですよ。まあ、バーチャルリアリティ VR ゴーグルといって、型番が ES の VR01 なんですけど、これがね、結構、まあ、iPhone と比べてですね、 iPhone プラスなんですけど、これ、こんな感じでございます。結構大きい。なぜかというと、この iPhone がこうそっくり入るんですよ、ここにね。で、まずはここから見ていきましょうか。まあ、こんな感じでベルトがあってですね、ここでこうかばっとこういうような感じでこうね、かぶるという感じになって、このベルトは調節ができますので、こういった感じで、マジックベルトの調節ができます。で、こういう感じでね、見るという覗くという感じですね。で、ここで、どうするかといったら、僕わからなかったです。ここにですね、 iPhone を入れるところがあるんですよ。これは Android でもいいです。で、ここはですね、こういう風な感じになってまして、普通のやつでもプラスでもできるということ。で、こういうグッとこういう感じでセットします。セットしてここに入れるんですね。こういう感じで入れます。こういう感じでパッチリと入れます。入れた状態がこういう感じです。で、ここに入ってます、 iPhone が。はい、ただこれだけですね。こういう感じで、あとはかぶってですね、見るだけです。これをですね、パチッとこう入れたらですね、中に入れたらこう音が聞こえるようになってます。ちょっとね、試してみましょうか。はい、実際ビデオの音声どこまで伝わるか分かりませんが、これをちょっとね、状態ですね、これをこうガチャンと入れます。そうするとですね、ちょっとね、なかなかこう分かりにくいんですけどね、こうね、かけた時にね、全然違うんですよ。ちょっとね、なんていうかな、かけた時にこう、ここでこう、なんか増幅するというかな、そういう感じになってます。はい、やり方としてはですね、YouTube で 3D と検索するんですね。3D と検索して、これが出てきますので、これがどう、なんだったか、こういう感じですね。こう横にすると、こう2つに割れた感じが出てくるんですよ。こういう感じですね。2つに割れてる感じが出てくるんだけど、これをここにやるとちゃんと 3D になるんですよ。こう見た時に 3D になるんですよ。これがですね、ちょっと見えにくいかな。ここじゃちょっとわかんないですね。わかんないですけど、実際にね、やってみると、これがね、ご機嫌な 3D なんですよ。あとここですね、ここちょっとピントが合わなかった場合は、ここでね、こういう感じで、この、わかりますか？レンズがこう、若干動くんですよ。こう、右とか左にこうね、こう、手前とか、こっちに動くんで、これで自分のところにこう、セットして、これで見るとピントが合います。わかりますかね？両方ありますかね？こういう感じで、こう、動くんですよ。これが、動いて、自分のいいとこで、こういうふうにこう止めるという感じ。こうですね。ここでこうやる。こうやるっていう感じになってるんですよ。これがですね、いい感じです。大迫力なんですけど、 iPhone の音じゃちょっとですね、迫力がないという場合は、こういった、イヤホンかヘッドホンでですね、 Bluetooth でつないでやればですね、完璧です。これね、見せられないのが残念なんですけど、かなり大きい感じでね、もうスクリーンいっぱいにこういきますよ。3D これいいな。バーチャルリアリティゴーグル、これただまあ番組が少ないんで、 3D のところを、まあ、iPhone しか見れないんで、 iPhone にダウンロードして見ればいいんじゃないですかね。で、まあ無料でもまだ、YouTube とかで 3D で検索したらこれ見れるのがありますので、これをぜひ見ていただいたらいいと思います。と、 Amazon の方で今はこれが2980円ですよ。安いなぁ。こうレンズがついて、 Android もですね、iPhone とか Mac 系も、できます。大きさもですね、
かなり大きいのも対応できるということで、こうパッドがついてるんで、結構ね、長時間でもいいですし、これもこういったね、ベルトは調節ができるんで、男女でできると思います。若干重さがですね、重さがまあまあ、ちょっとこう、ヘッドホンよりかちょっと重たいぐらいの感じがしますけど、まあ、つけていて問題ないとは思います。はい、率直な感想を言いますと、思ったよりすごくいいです。本当にね、初めてこのバーチャルね、3D のゴーグルとかね、メガネやったんですけどね、劇場ではやったことあるんですけど、劇場よりいいんじゃないかな。バーッと広く見えます。いいですよ。調節もできるしね。で、あとここの部分が、入れた時にこう増幅して出るんですけど、ただやっぱり iPhone の音だとちょっといまいちなんで、ヘッドホンとかね、Bluetooth の方の、イヤホンなんかでやれば迫力出ます。で、あとね、メガネもいけるんですよ。こうメガネしたままでもいけますので、結構使い勝手がいいんじゃないでしょう。これが3000円以内で買えるんだったら、買いじゃないでしょうか。もしよかったらリンク貼っておきますので、興味のある方は見てください。 J チャンネルでした。